私が話しますので、エスカさんは深呼吸でもしていてください。わかりました。バレたら絶対怒られる。食べ物はまだちゃんと見てないんですけど、美味しそうなものもいっぱいありました。おじいさん、せっかく一緒に働けるようになったのに、暇さえあるとミルカちゃんのアトリエに行ってるんだよね。ねえ、喧嘩するなってそんなに悪いことなのかな。あ、何でも向きや不向きはあるかもしれないけど、努力は絶対に裏切らないよ。思いっきりやっちゃうよ。無我夢中で頑張ってたら、もっともっと錬金術が好きになって、ただそれだけだったかな。あの私わかったんです。フラメウちゃんに託されたタヌのこと。私たちは何度も間違いを犯して、その度に反省してやり直してきた。だからきっと黄昏だって。私は信じたいんだ。きっとこの大地は蘇る力を持ってるって。